ケントさんの解説によります我々の知らないアメリカ政治の肉体というのをね今日は、ご用意しておりますのでお楽しみにどうぞ。もう間もなくお見えです。あ、どうぞ。アンチじゃなくなってきた。はい、ジャパンタイムもうバランスですね。そうですか。はい、どんどんなんか論調が日に日にというか、いよいよ、いや、正常なんですね。なってきてますか。うん、はい、で、何が書いてあるジャパンタイム内外で、トヨタは、ね、アメリカと中国のバランスを取ってる。お、両方を怒らせないように頑張ってるっていう。あ、面白いですよね。はい、それからの、はい、今日の朝ごはんはトーストの上に残ったマカロニサラダを乗っけて食べます。うん、結構美味しいんです。うん、さつきちゃんはダメ。今日はね、まだ散歩に行ってないんですよね。ちょっと後で、あいうの道の駅まで行って、買い物してきます。うんうん、ダメ。ダメ。天気です。今日はね、道の駅まで行ってきます。買い物してきました。揚げたてのガム。これ、晩ご飯食べます。初めて見つけた。北海道の玉ねぎ丸ごとスープカレー。ちょっと高かったけど、2つ買いました。楽しみ。で、あいよいの手作り豆腐、ちっちゃい方買いました。で、おうどん、このおうどん美味しいんです。生の冷麦、これも美味しいんですよね。で、新しい商品、こま焼きガラナ。ガラナってなんかね、コーラをなんて言ったらいいんだろう、ちょっと気の抜けたような味。こんなんやったら北海道の人怒られるけど、北海道の人これ好きですね。大阪には見たことないんですけど、こま焼きバージョンが出たんで買ってきました。これはお父ちゃんに飲んでもらいます。
以上。レジ袋の畳み方、なんかいろんな畳み方があるみたいですけど、こういうとこね、こういうとこね、まっすぐしたりしますね。元の形に戻す感じ、なんか三角にしたりとかね、する方法もあるみたいなんですけど、なんか片付けにくいので、元の形にします。グリルでカリッと焼きます。で、生姜醤油で食べたら美味しいです。今日は冷やしうどん、冷やしうどんにしようかな。2人前です。酢味噌和えです。おそらく前ならすぐに動いたはず。航空便やね。いやだ、ないし。ないよ。まあ、北海道から。北海道とか東北から。航空の方、売ってるぞ。あ、そう。うん、大阪でも前売ってたよ。スーパーって。めちゃくちゃ高い。通り過ぎてた。熱々やってん、うん、うん、最高、うん、
豆腐が、お豆腐が手作りやから、うん、ガンも美味しいわ。ガンも、うん、昨日道の駅で買ってきた北海道玉ねぎ丸ごとスープカレー、ちょっと朝ごはんに食べます。朝カレーです。これね、レンジで200ワットで2分ぐらいで温めました。キャンプ用のキャンプ用、あ、もうね、すでにカレーの香りがしますね。いい香り。じゃん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 。これどうしたかというと、玉ねぎ、わあすごい。野菜がね、大きい。具がでかい。こんな感じ。こんな感じです。美味しそうです。いい香り、スパイスで、冷やご飯レンチンしてて、冷やご飯レンチンで温めました。今日はレンチンばっかり。ではいただきます。いただきます。じゃがいも、玉ねぎ丸ごと、本当に丸ごと入ってますね。人参と、これはなんだろう、ミートボール。王仁天皇の歴代天皇の断片の血筋を引いた人を連れてきてですね。じゃあスープカレー風、スープカレーの食べ方で食べます。結婚してるということですよね。はい、ですから、ブレツ天皇のお姉様と、その新天皇の慶太天皇が結婚をしてるわけです。レトルトの割には美味しいです。慶太天皇がですね、本家を、うん、まあ、乗っ取ったようにですね、言うと、これは全然そうではなくて、この慶太天皇と田白川の姫の結婚によってですね、ちょっともう途絶えてしまうこの本家と、うん、しっかりつながっている分家がですね、この結婚によって統合されて、お父ちゃんが帰ってきたらこれあげようと、食べさせてね。慶太天皇と田白川の姫の間に生まれた子供が金目天皇ですね。ちょっと無理間違ってます。これはあ、そうですね、いいね、おすすめ。鉄アキラになっちゃったんですけど、金目天皇29代ですね。金目天皇の子孫が現在の皇室ですね。私たちが一緒に考えました、富士女子大学郷土プロジェクトって書いてますね。富士女子大学、私あまり北海道の学校はよく知らないんですけど、北海道の大学なんでしょうかね。あの津別町の道の駅のあいおい物産館で昨日売ってたんです。うん、美味しいです。
娘さんにですね、よしこなじんのミートボールですね。この方がですね、幸宮、ちょっとミートボールはちょっと安っぽいかな。でもまあ値段が値段がこんなもんでしょう。でこの広角天の出した家がこれあの、じゃがいもを丸ごと、三宅から天皇を建てたわけですね。ですからスパイシーでちょっと辛口でちょっと子供さんにはきついかな。でも私は辛口のカレーが好きなんで、これはいざという時に天皇を建てるための家が三宅なんですね。で会員の宮を見ていただくと何人かいらっしゃるんですけども、ジャガイモは皮のままですね。お兄様方21歳ですよね。お兄様方20歳17歳11歳っていらっしゃるんですけど、入道神王って書いてあるけども出家しちゃってるんですよ。そうするとあのまだ出家していない一番の年長というと幸宮しかいなくて、で8歳、最高。ですからあの8歳にしてて満8歳にしてですね、いきなり天皇に、はいあなたって言ってですね、あの天皇に流せないという、だからあの映画ラストエンペラーの不意行動のような、彷彿とさせるようなことがですね、実際起きていて、で、幸宮からちょっと上を見ていただきたいんですけども、お父様が、ね、朝からカレーっていうのはいいですね。そのカレー作ったら翌日は朝はカレーっていうのが我が家です。カレーうどんとかにする時もありますけどね。